ちょっとこれは前回気づかなかったです。しっかり書いてあります。水難事故現場、トンネルに入るな。ほんまにちょっともうこれはゾッとするな。不気味っすよね。めっちゃ不気味。問題がこのトンネルを出てからこっち側なんですよね。今近くにいらっしゃいませんか？いらっしゃいますよね。西の水道。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。リアです。皆さんこんばんは。せやんな、やっぱりな。テイクです。今日は超調子が良かった。そう、今回はですね、西の水道、こちらに行ってまいりました。この西の水道ですね、はい、僕たちが行くのは2回目となります。なぜかと言いますと、前回ですね、滋賀五線ですかね、はい、で、この西の水道を初めて行ったんですが、その時にちょっとね、変な違和感を僕感じたんですよ。もちろんですね、初めて行った時と一緒で、すごい違和感はやっぱあったんですよ。ただこのオープニングでまず伝えたいことが、いつもみたいには現象がはっきり言って起きてないです。まあ、ここから先はですね、やっぱりこの怪奇現象がすごい大好き、怖いのが見たいっていう方はそんなに見応えがないんじゃないかなっていうふうに思ってます。なのでそれでも全然、この臨場感とか、ここどういう場所か知りたいっていう、そういう方に関しては、最後まで見ていただけたらなと思います。では早速見ていただきましょう。こちらです。はい、到着しました。西の水道ですね。で一応ここなんかちょっと変な形してるんですよね。で、今回ですね、2回目となります。なので、どう行ったらどこにたどり着くかっていうのをもう分かってますので、ディエゴと僕、初っ端から別々に行動したいと思います。ただ、回らないルートが存在しますので、まずそこだけ2人で行きたいと思います。ちょっと分かりにくいんですけど、ここにトンネルがあるんですよね。ちょっと降りてみようか。目ではめっちゃ分かりやすいねんけど、分からんかな。ちょっと分かりにくい。分かれへんか。今ちょっと水の流れる音聞こえますよね。これ僕らの目の前に今水路があるんですよ、一つ。ちょうどこの金網がちょっと邪魔して見えづらいんですけど、この水路っていうのがよく車道とかであるような普通のトンネルイメージしてもらったらいいですよ。ここの水路がちょっとね、危ないんですよ。この入り口にもトンネル内立ち入り禁止っていう看板が大きく上がってるんですけど、その理由っていうのが、ここの水きれいなんですよね。なのでこの手前の方で川遊びをする人がおそらくいてるんですよ。でちょっと面白半分で、なんか滑り台みたいになってるんですよね、ここ。みんなここから、この水路の中を、もう滑っていくっていう。なんかプールとかであるような、はいはいはい、ウォータースライダーっていうのかな。それの大きい版みたいな感じで、みんなここをさーっと滑っていって、向こう側の、何ダム湖かなあれは。に繋がってて、そっち側もすごい水切れなんですよ。ただ、それを昔にやってる人が多かったのか、できしてるんですよ。なので、もう今はもう厳重にこうやって、もう太いワイヤーと金網がついて、こっちには入れないようになってます。ここ一体何なんやろな。戦没者の慰霊碑ですもんね。この情報がなかったのよ、ネットでも。で、ここにまあ戦没者の碑があって、この奥にもお墓があるんですよ。はい。まあ、この辺りからでいいかな。そこにまあお墓があるんですよね。なのでこの場所、このお墓があって、でこの戦没者の方のまあ慰霊碑があって、
で先ほどの水路ですよね、あそこで、デッキがあって、そのちょうど間にトンネルが存在するんですよ。その間っていうのはここなんですけど、初めこのトンネルを発見したときはもうびっくりしましたね。そうですね、ここですね。雰囲気すごいね、マジで。このトンネルが、まあ、今日のメインとなる場所なんですよね。なので今からここに一人で入っていって、で向こう側に、まあ、大きな、まあ、ダムといいますか、貯水口があるんですよね。それを右側に歩いて出てくる場所っていうのが、これもすごいな。そこね、もうこんなとこさ、はい、昼間来ても分かれへんで。だって見て、もう普通にここってパッて見ただけやったら、あの川が流れそうな溝やんか、はい、これでもまさかの人が歩く道なんですよ、これが。でまあ、ここから出口として出てくるんですけど、その先に待ち構えてるのがこのオブジェなんですよね。ほんまにちょっと、もうこれはゾッとするな。不気味っすよね。めっちゃ不気味、もう鳥肌がすごいのよ。ほんまにこのな、そういうこと言うたらあかんねやろうけど、どうしてもやっぱこの不気味やな。ほんまに馬にも動きそうで、この一番前の人を後ろから2、4、6人が見てるっていう感じなんですけど、この顔が全部こっちにグリーって向きそうな、そんな感じですよね。ここの心霊情報っていうのが、トンネル内に入ると足音が聞こえたりとか、まあ、体調を崩す、でここのした人の霊が出る、まあ、いろんな噂があるんですけど、僕おそらくトンネルがメインって言いましたけど、メインになる場所ここじゃないかなと思ってるんですよ。今回は一人ずつ検証していくんですけども、ポイントが、まあ、3つありますね。今から行くトンネルで、その先にある貯水庫で、帰り道のこの場所ですね、まあ、どちらかというとあのちっちゃい方のトンネル、はい、俺も行かなくてもいいんじゃないぐらいの感じで思ってるもんな。まあ、一応行くけど、できれば行きたくないですね。そうやな、はい、そのな、ぐちょぐちょやし、ぐちょぐちょやし、まあ、一応行くのは行きますけど、僕あそこに関してはあのちっちゃい方のトンネルに関しては全然違和感感じなかったんですよ。全然怖くないんですよね。だからそっちじゃないんですよね。やっぱこの場所とトンネルで奥の貯水庫じゃないかなと思ってます。まあ、何も起きひんかったらいいねんけどな。まあ、動画的には何か起こった方が面白いということで、今回も体を張った撮影していきたいなと思います。では行きましょう。はい、では早速ディエゴ一人タイム行きましょう。で今回いきなりですけどトリフィールドを早速使っていきます。霊っていうのは電磁エネルギーで形成されていると言われてまして、その電磁波を数値化してくれるアイテムの武器です。こちらポケットに入れておきます。この場所はですね、前回まとめで来たんですけど、その時もですね、まあなんとなくしか僕には分かんなかったですけど、嫌な雰囲気はしてましたよね。いろんなものが密集してるような、情報量多いっすね。めちゃめちゃ多いな。ダムあって、トンネルあって、墓地あって、慰霊碑あって、で謎の歩くトンネルがあって、これちょっとこんなとこ来たらもう人気のなさもそうやし、それちょっと危ない。まずね、この作りがねちょっと変ですよね。トンネルの場所がお墓のすぐ近くで、めっちゃ今なんか足音みたいな聞こえてた気がするんですけど、反響
めちゃめちゃ早速なんですけど、反響か？なんかめっちゃ手前側気になるよな。なんか手前な気がするんですけど。そしてこのトンネルを抜けた先がダム湖ですね。トンネル内立ち入り禁止、水泳遊泳禁止、3つも書かれてます。過去にこの場所で水難事故が多発したみたいですね。まあ、こんな感じでね、滑り台みたいになってるんですよね。で、渦を巻いている。水深 6,7 メートルってやばいっすよ。かなり深いんでね。でそのまま琵琶湖につながってるんですよね。うお、ちょっとこれは前回気づかなかったです。しっかり書いてあります。水難事故現場、トンネルに入るな。もうここで間違いないってことですよね。なるほど。今ではこんな感じでね、トンネルの前に柵があったりとか、厳重にこの立ち入り禁止看板があるんですけど、やっぱね、過去にはあったみたいですね。ちょっとマジか。この場所でスピリットボックスやってみたいと思います。ではやっていきます。こんばんは。今僕の近くに誰かいらっしゃいますか？水がいる？水の音か。なんかめっちゃ男性の声みたいなのが聞こえたんですけど、こんばんは。僕の近くにいらっしゃいますか？ちょっとスピリットボックスの返事はないですね。まあもしかしたらなんか結構響いてたような感じがするんで、まあ、スピリットボックスで周りの音がちょっとまあ聞こえなくて、その水の音がそういう風に聞こえただけなのかなとも思うんですけど、なんかちょっと変ですよね。ではここ僕行きたいと思います。ディエゴから聞いた情報が、確かにトンネルの前で足音が聞こえるっていう話なんですけど、トンネルの前ってどこのことなんかな。とにかくこの場所は釣りとキャンプで、休みの日の前日になると人がたくさん来るとのことなんですけど、今日まあ平日なんですが、まあ大学生の春休みなのか、まあ釣り兼キャンプに来ている人たちがいます。ただ前回の記憶をたどると、まあこの先に
まあ、貯水湖か何かがあるんですよね、ダムが。そこがすごい気持ち悪かったのを覚えてます。出口出ました。まあ、トンネル自体は問題なしですね。でこっち側が例の小さなトンネルですよね。昔はこっち側が歩行者用で、今僕が通ってきた方が車が走っていた車道やったのかもしれないですね。ただ足元悪いんで僕パスで。これちょっと暗すぎて見えないと思うんですけど、先ほどの入り口から一気にすごい深くなってるんですよ。水はそれこそめちゃくちゃ綺麗なんですけど、これちょっとこの辺りはやっぱゾワゾワしますね。もや、水難事故現場トンネルに入るな。いや、やとしたらめちゃくちゃ分かりやすいんですけど。噂じゃなくてほんまの場所なんや。ここの場所の、まあ、分かりやすさというか強さがありますんで、同じ場所でスピリットボックスするのもちょっとありかなと思いますね。こんばんは。今近くにいらっしゃいませんか？いらっしゃいますよね。もし僕の声が届いていたら、ちょっと声聞かせてもらえませんか？まあ、反応はなしですね。いや、まあでもちょっと写真撮ってもいいですか？はい、ということで、見ていただきました。まあ、今回の動画ですね、オープニングでも伝えた通り、怪奇現象という怪奇現象起きていないんですが、やっぱりなんかいろいろと考えてしまうような場所なんですね。そうですね。というのもこの西野水道の情報を、まあ、ネットなんかで叩くとあまりね、詳しく出てこないんですよ。でもやっぱりこの場所で、実際に事故があったりとか、はい、まあやっぱりここは心霊要素が十分にある場所なはずなんですが、まあ、今回はね、ちょっとまあタイミングかなと、まあ、こういう時もやっぱあるのかっていう、そうですね、感じの動画になっちゃいました。まあ、今回のような動画がですね、今までなら、このなんちゃらまとめみたいな、はい、まあ、ここで言った滋賀県まとめみたいな感じで何線っていう形でカットされて出ていたんですが、たくさんのね、声をいただいておりまして、それのもう何も起きてなくてもいいからこのしっかりこの撮影したバージョンが見たいっていう、そういう声がたくさんありましたので、今回こういった形でも動画にさせていただきました。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。足元は気持ち悪いからあんまり来たくないもんな。うわ、これね、わかりますか、ぐちょぐちょなんですよ。ぐちょぐちょが嫌なのよ、もう。嫌なのよ。まさか、やつがおるな。
大丈夫やったの。うぎゃーやめてーもう嫌だあんたみたいなこと言うとったやろな。濡れるんだけは絶対嫌とか言うとったけど、こんなビッチビチやのに足元気にせんって本気でダッシュしてそう。足沈んじゃうからね。もうびっちゃびちゃだからこっちは。いやだ。いろんな意味で。虫があんまりいない。なんかシーシー言ってるんやけど、なんでコウモリおる、無理、絶対無理、帰ろうかな。うわぁうわぁうわぁやだ、絶対にやだ、あんなの無理、もう無理。めっちゃでっかい声出したよ。もうやだ、無理、もう無理、絶対に無理。さあ疲れた。これはもうちょっと、この世界は仮想現実である。世界中の科学者たちがこの説について真剣に議論しています。ゲームの世界がどん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 現実に近づいていっちゃってるんですよ。現実世界でもバグみたいなことが起きてることってあるんですよ。そのビッグバンがだったんじゃないかっ